皆さんこんにちは。被災地からの声です。この時間は被災地にお住まいの方々の声をお伝えしています。いつ福島県で取材しても思うことなんですが、もちろん誰しも原発事故に対しては怒ってはいますけれども、その怒りをあからさまに出さない、愚痴を吐かずに努力していこうとする強さがですね、福島の人には本当にあるなというふうに思います。まさに今日ご紹介する一人一人からもその一端は感じられるはずです。ご覧いただきたいと思います。今日は福島県伊達市の声です。伊達市は人口が6万4千ほど、県庁所在地の福島市に隣接しておりまして、ベッドタウンにもなっています。主な産業が農業です。で、伊達市は避難指示は出されていない地域です。ただ原発事故が起きました年の6月と11月に、市内に点在するごく一部の範囲、世帯数にして合わせて128世帯が局地的に放射線量が高いということで、特定避難勧奨地点に指定されました。で、翌年の3月には指定は解除されたんですが、その間だけは精神的な賠償も支払われました。で、もちろん現在は精神的賠償は終わっていますけれども、伊達市では今も原木しいたけや野生のキノコ類、一部の山菜、畑作のわさびなどには国から出荷制限が出されています。ではお聞きください。頑張ろうって、わさびで頑張ろうって。そう、うん、それがもうドタッとこうなっちゃったもんだから、うんね、苦痛で。ただいま。急なもんだから寝てくださいよ、恥ずかしい子供。ビニールトンネルの中に二重にビタ書き材をかけるっていうのはこれだよ。1枚2枚かかってる。ここの品種は福島県の月立の在来種っていう花で、花わさびにおいては静岡や長野の方の水わさびの花とここの花では辛みが違うんで味が違います。だから 100g で100円150円っていう時に、ここは 50g で100円100円、同じ値段、半分の重さで、それでも引き合いが強いっていう。これだけ種類はいいですね。これがそのバイオで作った小さな葉っぱ4枚くらいのがな、ちぺっと浮いたのがこういう風になってきたから、雪解けと同時に葉っぱがみんな立って、この一番真ん中から花芽が一株から5、6本大きいのは10本ぐらい立ってきます。特産花わさび、前のように出荷したい。佐藤哲夫。文子。農協さんでやっぱりここの在来種の種類のいい線量のない苗で配っていただいたのは嬉しいですよ。去年の今で過ぎてね、味に追いつきだから、それがこの春はまた出そうということでなく、まだ秋にこれを株分けする、そして大きくなったものを今度来年の春は出せるのかな、いくらか、ね、随分立派な建物ですね。作業はもう全部終わっちゃったんで、はい、あとはこう柳とかなんかですよく見るこう横ずり、こう縦ゼリーっていう形で下がるんですが、冬場に高圧洗浄機で全部木洗ったんですよ。それでいくらかはこう随分下がってきて、ようやくまあ試験栽培って試験出荷っていうか、普通にね、今までなってたものが全部取って、それ加工して出してたものが選びながら心配しながら、その一部分だけの柿を取って、なんかこう
割り切れない気持ちだったですね。厄介な敵だが負けずにやるしかない。好きだって安保書き佐藤義則55歳。見えればそれその部分を取ればいいんだろうけど、見えないものに対して立ち向かうっていうのは、いろんなことで、まあ、県でも何でもこう検査には来てるんですけども、まあ、そんな中で安全なものを選び抜いて検査しながらみんなに安全安心を伝えながらこう広げていくしかないと。そうですね、まあ、個数によけ 3個入りとか4個入りとかってあるんですけども、ああいったパック携帯しかできないんですよ。安全を確保しながら出荷してるっていう状況なので、出てるものに関しては安心して食べていただければ。これから先どんな風にこう。そうですね、とにかくみんな高齢化も進んで、余計この事故でなんか早まったっていうか、だから産地として維持していくためにどうしていいかっていう問題を抱えながら、なるべく早くこう完全なる再開っていうか、それを期待しながら頑張っていくしかないですね。その生産者の方とかそういうことにこう、そうですね、気持ちが向くんですね。自分のことで、まあ、すごくプライベートに話すれば、リンゴはいいかな。リンゴはいいですか。はい、はい、検査したものについてはこのラベルを貼って出荷するという決まりになっています。このバーコードを読み取ると結果の一覧が出ているホームページを閲覧することができます。このは検査してて安全だから買っていこうっていう人と、これ本当に安全なのっていう人はまだ未だにいらっしゃいますね。実質の重さを測ってここにセットしますね。でこれを蓋を閉めます。で、パソコンの方で、測定の内容項目を入れて OK とやると、30分測定、この場合測定します。野菜について言えばほとんど ND という状態ですね。美味しさで勝負、月立花工房金沢健二50歳です。実際食べてみて美味しいっていう声がどんどん出てきて、あ、これは求められてるんだなと。逆にこれから美味しさでいかないとっていうことをすごく実感するようになりましたね。そういうふうに思い始めたのはいつぐらいですか。本当ですね、去年ぐらいからかな。米についても全袋検査をやって、かなりの数が基準をクリアしてて、で野菜もほとんど検出されないというところで流れが変わったのかなと。まあ、測定結果1枚の紙一ペラですが、それがこう積み重ねるとやっぱり1年でこのぐらいになっちゃいますから、それだけ自信になってきたんだなと思います。もっと多くの人にこの美味しさっていうのを知っていただきたいなと。でそれを知っていただくためにどうしていこうかなというのを今模索しているような状況ですね。あ、どうもね。活動、今年度の
事業の一環として豆を作ったんですね。でそれをなんか製品化したい、6次産業化を目指したいということで、あの豆腐を間違いなく作れるように、いつもあの今回うまくいかなかったなとかっていうので、安定した豆腐を作れればいいなと思って来ました。次の世代に自信持てるものをつなぎたい。下国の大沼です。清野です。大波です。秋葉です。あの私たちは完成できなくても今やってることを生かしてくれる人、やってみてって言えるものをぜひ残したいと思う、はい、今自信に持てるものはできたんですか？いや、まだですね、はい、できたとしても手間暇かかってとてもとても売れるレベルではない。地域の心配事はありますか？地域 の学校の生徒数は減る一方ですし、あの震災前からだと今は3分の1近くになったの、26人だから ね26人、はい、それは小学生、小学生です。あの60何人いたんだよね、震災前はね。それが20数人になって、あの新年度はもっと減るんだよね。こういったプロジェクトの目的にやっぱりこう若い人に戻ってもらいたいっていう、あ、それはありますね、はい、このままでは年寄りばっかりの本当に寂しい、もう自分も年寄りの一人ですけどもになってしまう。でも意欲を持った年寄りがいれば若い人も見てくれるのかなと思います。あの花わさびの佐藤さんですが、伊達市の土で育てて株分けして栽培しながら完成した味だけに、まあ、同じ品種を他の県から持ってきて植えても名産品の味は守れないそうです。まあ、そこで地元の株からバイオ技術で放射性物質がない新しい苗を作って、でせっかく名産品に育てた作物が途絶えないよう努力をしています。またあんぽ柿の佐藤さんですが、あんぽ柿というのは洋燻蒸という方法で作った独特の干し柿です。で全国に知られる名物です。でこのあんぽ柿の加工と出荷には県から自主規制の要請が出ていますが、佐藤さんのところはですね、加工再開モデル地区に指定されておりまして、試験的な加工や出荷が認められております。ただ一個一個放射性物質の検査をするというのが条件になっていて、これが大変な手間だそうです。震災前に比べて同じ量を出荷するのにかかる労働時間は大幅に増えたそうです。また農産物を売る現場直売所でも細かく検査をして品物を並べておりました。で福島で農業をして作物を出荷するというのは全国の他の農家よりも多くの手間と苦労がかかります。それでも自慢の作物を守る努力をやめるということは決してありません。叫びたいような怒りですとか言いたい不満も押し込めてひたすら努力する人間の姿がありました。では引き続き伊達市の声です。こいつ前の値段だから安いべ。ね、随分お手頃ね。お手頃価格。うだべ。いや今日はあの、暖かい方なんだね。これはこの自動販売機楽しみ。だってそれしかないんだもん。お金の顔を見るがんなば。今は自動販売機が収入で。売れときばっけどもやっぱり赤字になってと思うよ。ほんでもやっぱりこの自動販売が楽しみなんだ。やっぱりこのコーラ屋さんも来て顔おばちゃんって顔を見せるし、あとこっちは中野さんっていう掛田の卸屋さん来て顔を見せるし、なんで店やんねんのかはーなんて来る人もいるしない。こういう人と喋るのが楽しみだね。昔のね、ちょっとした商売がしたい斉藤敏子です。山菜でも取ってきて秋には白菜売ったりとかさ、もうテント張ってもいいからちょっとしたね、ただもういらんにから、何かあればいいかななんては毎日思ってんだけども、昔はこれキノコだってみんな持ってきて取ってきた、あんな持ってきてくれでここでお母さん売ってなんつからない、そういうキノコでも何でもあのここで売ってくれだったんだ、だからそういうことあればない、
もしここが何かしてみたいなっていう人あれば、ね、ほらラーメンでなく、ラーメンそばでなくても、あちょっとして何かほら、ね、ここら辺の特産品でも売ってみっかなとかっていう人あれば、この店貸すかなっては思ってんの。でそういう人もなかなか現れねえからね。やっぱりここは原発だからばい。だからなかなかね、生活は楽ではないわいね。こっちの3個分ぐらい出ます。はあ。だからそれを今ね、どこでもあの行政のお金を使って処理場に運んでるでしょ、うん、水道パイプ入れておいて、うん、あの水に溶けてこの上に上がってきたものはメタンガスだけになる。なるほど。それがこっちですね。こっちです。はあ、はあはあ、はあ、動物の糞尿だけでも出るんですけど、うん、それだけだとガスがあんまり発光しないんですよ、うんうん、だからそこに栄養分を与えるっていうか、その生ゴミであれ雑草であれね。ちょっと今はないんですけど、はいはい、あの温度がどのぐらいまで出るかということで、今度1号とか子供たちに自然エネルギーを伝えて、大海に大沼豊か。今までね、スイッチ一つで何でもできる、あの原発が事故を起こしまして、とても不自由なことになってきたと。それでこんな危険なものを今後も使うことだけではないんだよということで、子どもたちに自然エネルギーのことを伝えていきたいなと思ってます。やっぱりあのなんて言いますか、便利なね、あの生活してきたんで、それにどっぷり使ってたんで、この震災がなければこういうことはあんまり考えなかったと思いますね、はい、今改めて考えると、はい、その原発事故とかってことに関してはどういうふうに感じますか、はい、私らが便利さを求めてね、原子力発電所というものは容認してきたと思うんですよ。実際は一回事故来たらもう何百年何千年ってかかんなければ元に戻らないということが初めて分かったんで、我々はとんでもないことをやってきたんだなという、今は後悔している。自然エネルギーを使うということはすごくいいんだということを自分たちが実感したんで、今度は多くのこういう仲間を作っていって、で将来的には行政の方で動いて、今度はまた新しいこういう自然エネルギーを利用したどこにもない福島県のこのやり方っていうのを何て言いますか、進展していったらいいんじゃないかなと思ってますね。震災直前の、はい、2月の20日に生まれて3月の11日に震災が起きたので、お母さんも大変な思いなさいそうですね、もうどうなることやあの時のことは今でも忘れられないですね直売所始めたのも震災直前だったんですよ。なのでその後はやっぱりお客様減るのかなっていう話はしてたんですけれども、やっぱりうちのいちごは美味しいって言って来てくださる方が毎年増えているんですね。でこの周り、伊達地方ではなくて福島の方とか県外の方もちらほらこう来ていただくようになるまでこうしっかり発信していけてるのかなと思って、今では。この笑顔を守れる安心できる子育て霊山町松葉園大橋翔太郎ゆき子正気
光太郎、ひな。お母さんたちにとっての安心材料ってどんなことですか？やっぱり正確な情報かなって思うんですけどね、はい、いろんな方がこういろんな先生方がこういろいろ放射能に対しての意見を言ってくださるんですけれども、やっぱり食い違うところがそれで皆さんあるじゃないですか。そうしたら誰を頼りにすればいいのっていうことが一番ですね、はい、特に小さいお子さんの場合は、はいはい、抱えてるお子さんの場合は余計そこですよね。そうですね、はい、考えてもどうしようもできない問題なのかなっても思いますね、うん、自分一人では何も変えられないなって思いますね、うん、自分一人が抱えてるとやっぱり子供にすごく影響をいっちゃって子供の精神面がすごいので、お母さんがやっぱり明るく楽しく、うん、行けば子供も楽しく行けるのかなと思います。ドライブインを切り盛りしていた斉藤さん、原発事故でお客さんが減って休業中です。で、今の楽しみは自動販売機だけだと。で、それはジュースを買いに来る人、業者の人と話ができるからだと言いました。人の幸せの前提になるものを問答無用に突然奪っていくという原発事故の真実でもあります。それから大学の研究者の指導を受けて牛の糞尿などからメタンガスを作っている大沼さんですが、農業用ハウスの暖房のほかに簡単な湯沸かしですとか小さな発電機の燃料にも使っています。で、結局原発事故の被害を受けた自分も、まあ、電力会社は違ってもこれまで原発の電気のおかげで生きてきたという負い目、反省が大沼さんの全てです。まあ、全国の他の県より課題や問題を多く抱える福島県、でもそういう場所から一方では全国の他の場所でもあまり見ないような新しいことも始まっていました。番組では皆さんからの声も募集しておりますので、ぜひお寄せください。被災地からの声、今日はこの辺で失礼します。